はい、僕の得意分野の領域かもしれないですけど、今回 NX まだ CD1 とかそういうのは発表されてないですけど、結構空気とお友達になりだしてるかもしれないですね。特にまあフロント周りのこの辺りの整流とかはまあいつも通りな話ではありますけれども、お、何これ、ちょっと待って、ここに何のスクリューを出してるんだ、これ。何にも意味がなかったら書かないはずなんで、ミラー周りからかな、なんだろう。だからこれ安定感に関わる要素でこれ線書いてるんですよ。上を流れる空気とサイドを特に流れる空気とでやってる中で、これがなんかちょっと関係してるんじゃないのかな。で今回で言うと、これはね、乗り心地であるとか直腕にも相当関わりますね。このリアのここ抜けてるじゃないですか。やっぱこのボディの後ろってやっぱ空気がぐちゃぐちゃなんですよね。負圧がすごいんですよ。で空気の後ろ、要はボディの後ろの負圧が大きければ大きいほど、これが乱れればどうしても車がそっちに引っ張られるんですよ、お尻が。だからその空気の負圧をいかに、その渦ですよね、渦をいかにきれいに収めるかって。だから空気供給を下からしてあげてるので、ふわっとした動きもなくなってくるはずですね、この下側の空気供給って、まあ、そういう効果もこれ走り相当効きそうですよ。でこれが先ほどから言ってた、だからヘッドライトの効果ですよ。だから対向車のところであるとか先行車のところであるとかは、照らさないっていう、まあこれがすっげーレスポンスよくできるんですよ。だから普通の LED ヘッドライトのつける消すだけじゃなくて、その前でクルン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 シャッターみたいなのが回ってて、そのシャッターの動きも使いながらこれを、部分的に消すつけるみたいなのをパラパラパラって、もうめっちゃ速い速度でできるのが今レクサスが持っている独自のヘッドライトユニットです。どこが小糸製作所でしたっけ、どこでしたっけ、あ、これこういうの間違ったら大変だから、もう今のは忘れてください、すいません。で、はい、人とかももちろん認識します。まあ、あのトラフィック、これはもう、まあまあ、予想できるところです。今は普通にやってきて当然なレベルですよね。もうフロントのバンパーの端にミリ波レーダーがあって車が来ていることを認識します。もう自動パーキング系ですね。自動パーキング系で言ったら、あ、これあと、あの自転車が来たりしてるとドアが開きませんよっていう、さっき言った電子ラッチシステムの話です。うん、まあこれもバック、これはだから今までもあります。はい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 、まあこの辺りは運転支援とかは、はい、だから人も避けますみたいな、まあ当たりそうな時ですよ、最終判断の時ですよ。もうだからある意味もう黒い服とかを着てたりしたら、なんか発見が遅れちゃったとか、まあそういった時も含めてですよね。うん、人を検知するっていう、これですよ。だから一番最もスポーティーな車に積まれてる、アクティブ四駆です、これ。でこれ電子制御、多番クラッチの電子制御のこの4輪駆動システムで、これがつながっていくとリアタイヤがぐん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 回り出す。でちなみにの話で、まあこれはだから通常時は 75% 前が駆動していて、後ろは 25%、 まあそれが状況に応じて50対50に、駆動法のパターンとしてはなるっていう、まあそういう前後のトルク配分が、可変式だっていう話ですね。でそれに応じて、カーブの出口ではフロントをより強く引っ張ろうとか、進入の時にはとか、まあそういう状況に合わせて駆動を変えていくっていう、それによってスポーティーなハンドリングで安定感も保つっていうところがあります。でこれがプラグインハイブリッドの、床一面に引き詰められたリチウムイオンバッテリーですね。これで 18.1kWh ですね、があります。まあそれでどのぐらいの距離を走れるのかっていうのは、まあラブ4とかもベースにちょっと考えていただくと分かると思います。まあなので編集する人は丁寧だと思うので、なんとなくここに今数字が出てると思います。ラブ4だとこんなんだよみたいな。でこれ普通のハイブリッドの、はい、いつものリチウムイオンバッテリーです。あのこれシートの下にありますね。これは空冷式ですよ。なので室内のエアコンの温度とかでどんどん、これ結構ね補強材入れてるんですよ。でこういう、まあ、これも結構これ振動特性、意外とねレクサス全般的にここ振動するんですよね、あのトランスミッションの後ろ側ちょうど、うん、であとはトラクション結構欲しいんですね、この車。なるほど、
縦方向のレインフォース系すごい入れてますね。まあこの辺りはちょっとボディ屋さんから今度あの試乗会とかがいつかあるはずなので、その時に聞きたいと思います。で今回ちょっとボディすごいですよ。このこれこれこれ後ろ、これ結構ねフルインナー系の作りにちょっとかあの似てますね。これ外反後張りなはずですね。これで言うとあの何のこと言ってんだって、フルインナー系ってあの僕のレモーグの作った動画のボディとかの解説見てもらうと分かると思いますけども、だからこれはもちろん外反パネル後張りですね。でこの黄色いところってものすごい感情骨格としてこれ大事なんですよ。だからこの黄色いところをいかにしっかりとよれずにちゃんと作るかっていうのがすごい大事で、今回はこれあのレボーグでもやってましたけども、要所要所のところにまあこれ解析してどこが一番弱いか、あのどこが弱いのかって、どこが効果的なのかっていうのを見定めた上で、あの発泡合成剤ですよ。だからあのまあ詳しいところはもうレボーグの動画とかを見てください。もう今そこの結構勝負が始まりだしてますね。あの手軽にっていうわけじゃないですね。効果的にって言った方がいいですね。効果的にボディの剛性を上げていこうって言った時に、まあ、重くならずにって言った方がいいな、さらに。だから、重くならずに効果的に作業効率も上げて、だから、工数が上がる、あの、作業効率が良くなると価格も下げられるので、だからみんなウィンウィンじゃないですか。で、そこで今注目されているのは、発泡剛性剤ですよ。だから液体を入れるとポコって膨らんで、そこの中の鉄板の中のこの空洞のところをギュッて詰め物したらすごい剛性上がるじゃないですか。そういうのの今勝負が始まってます。だから10年ぐらい前から構造用接着剤の勝負がガンガン始まりだして、今もうほんと構造用接着剤とかはもう種類がめちゃくちゃ豊富なんですよ。あの振動吸収系が優れてるとかうんぬんとか、まあこれでもどっかの動画で僕解説しましたけれども、でも今改めてこの発泡合成剤系はあのどん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 これから主力になると思います。でさらにこれレクサスはあのレクサスはやっぱり実はあのレーザー溶接関連って実は車の良さの結構大きな要素なんですね。で例えばゴルフとかがいち早く良くなったとか、ドイツ系がすごい強かった、シャーシがいいねって言われたのもあれレーザー溶接をいち早く取り入れたというのもあるんですね。スポット溶接みたいにピンポイントでホチキスで止めるような形でボディとボディをつなぎ合わせるんじゃなくて、乗り付けするんですよ。ビーっていう溶接をするっていう、乗り付けするっていうのがレーザー溶接の基礎なんですけれども、でそれをさらに使ってレクサス独自にレーザースクリューウェルディングとか、まあ、レーザー溶接をくるくるってもう一瞬でそのスポット溶接を打って、だから数がめちゃくちゃ打てるんですよ。あの隣のスポットとスポットの間隔も詰めれるんですよ。だからそういったレーザー溶接もあの独自に開発をしてレクサスは作ってますし、でその発展系で言うとレーザーピーリングやりだしたのがこれちょっとね特徴的かもしれないですね。レーザーピーリングって僕聞く限り自動車メーカーでこういう新しいのって初めてなんですか。あのプラズマ溶接って言った方が、高圧プラズマ溶接って言った方がいいのかな。あの溶接してつけるっていうのがもちろんなんですけど、その溶接してつけたところの強度がめちゃくちゃ上げられるんですよ、そのピーリングレーザーピーリング溶接って。だからそれを要所要所でこれ使ってるはずなんですけど、それがどこで使ってんのかの資料がよくわからん。これ素材とかなんでレーザースクリューとかは載ってんのにレーザーピーリング載ってないですよね。ショットピッチスポットオレンジ、オレンジってオレンジがそもそもないんですけど、もうあここか、違うよ、あこの辺りか、ちょっと分かんないですね、どこに使ってるのか。まあこれまあ試乗会とかが来たらまあ改めて聞きましょう。音響ももちろんこだわっております。ブレーキもちょっと強くしてほしいですよね、レクサス。まあ、それはいいや。はい。で、まあ、パワートレはさっきお伝えした通り。で、これは何が違うのかって、あの、E4 用か E4 用じゃないか。だから FF 用か E4、ここにモーターがつくはずですね、これ。か、四輪駆動だ。もうモーターだけに限る、E4 だけじゃなくて、これ下手すると四輪駆動だな。普通の機械式も入りそうですね。
で、実はせっかくなので、実はこういったところがめちゃくちゃ大事なんですよ。このブッシュすっごい大事です。これ4リンクの、だからマルチリンク型ですよね。マルチリンク4リンク、なんだこれ。これ4リンク型かな。これでも変速、これトレーディングアームっていうのかな。でもそうだな、変速ダブルウィッシュボーンっていうか、アッパーとダウンが2個ずつある感じ。これちょっと面白いですね。うん、まあ相当支持合成高そうです。あ、これ面白いですね。これ電子制御サスペンションの、これ AVS です。だからこれが、この中にモーターがあって、これがくるくる回って減衰力を変えるんですよ。で、ちなみに大きくしたから、ちなみにで言うと、だからブッシュの形状ってこういうふうにいろんな形状してるんですよ。だからこういういろんな形状してるおかげで、まあ、こっちの方向からはしっかりするけど、こっちの方向からは動きにくいとか、今同じようなこと言った、こっちの方向からは柔らかいけどこっちからは硬いとか、まあ、いろんなことができるんですね。おごっつ、はい、これプラグインハイブリッドです。これハイブリッドです。なるほど、という感じで分かっていただけました。なんとなく、まあ、欲しい方はもうご自身でもどん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 情報は集めるとは思うんですけれども、まあ少しでも、だから持ってる情報はまだね、全然スペックとかが公表されないので、まだまだなんですよ。で、今回すごい情報は多いんですけど、スペックが、で、パフォダンがついてます。この下側に、このパフォーマンスダンパーがついております。で、これ僕も今初めて見ますけど、なるほど。このあたりは、まあ、まあ、もうさっき説明しました。はい、メンバープレス、はい。まあ、リアサスとかをしっかりと。だから、リアサスも大事なんですけども、あ、これこれこれ。ここ太いでしょ。この太さって結構大事なんですよ。ここ結構ハンドリングに影響するので、ここの、なので僕レボーグの動画の時に全体からしてみると、ここがちょっと細いんじゃないのっていうのを、確か僕あの動画の時にも確か言ってるんですけど、まあこういう風にいろいろな車のホワイトボディ見比べるとね、結構わかるんですよ。で、この辺りに発泡合成剤がちゃんと入ってますよね、うん、あ、リアも、はい、パフォーマンスダンパーがついております。まあ、ボディ剛性高めてきた時にはどうしても固有振動係数、固有振動数結構高周波帯になってくるので、まあ、それをケアするっていう形でやってるっていう話ですね。はい。まあ、ということで今回は、もうこのぐらいの情報しかないです。もう僕からは何にももう引き出しはないですね。で、あとはちょっと追加するのであれば、これIS と一緒です。ハブボルトです。なので、もうホイールの締結力は上がっております。今後多分、どん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 順番に、今まではハブ側からスタッと、要はボルトが出てて、ホイールをガチョンとここに入れて、ナットでキュッキュッキュッって締めてたじゃないですか。でも今これらはハブボルトで、こちらの外のこの今のネジの方にボルトがついてそのままねじ込んでいくので、で、要は径が太くできるんですよ。だからそうすると締結力が上がるっていうのも特徴としてやってます。あとは資料にはどこにもなかったんですけれども、いや、ないよな。これ車すっごい静かになっております。先代よりも 15% ぐらい静かになっております。で、ターボだけはどうしても機械的な音とかと、まあ特殊な音がやっぱ出やすいので、機械音出やすいので、ターボだけはノイコンが入ってます。ノイズキャンセリングの、システムが、入っております。まあそのあたりはちょっと実車が、まあ試乗会とかもう実際に試乗できた時に、まあ確認はしていきたいなと思います。で、あと最後に、これも資料がなかったので喋んなかったですけども、写真がなかったので、これ自動駐車がついてるんですよ。なんかどっかにないのかな、そういう、だからこういうふうに人が外にいて携帯で何か操作すると、だから
メルセデスとかはついてますし、 BM もできますし、テスラもできましたけど、だから外からこの車を無人の状態で動かせます。もう一定距離とか、まあ、そういう特定環境においてですけれども、そういったのもついてますし、デジタルキーも採用してきてますし、だから最新型のその次世代型の結構を、アイテムを取り入れながら電気系も刷新されて、まあ、使いやすくもなってると思いますし、まあ、何にせよデザインが結構挑戦的にさらに進化してきたじゃないですか。まあ、デザインだけではなくて、あの14インチのモニターが象徴しているように内装関連、電装関連も進化してきているので、まあ、そのあたりは本当楽しみかと思います。というわけで今回はレクサスの、これはだから14年に登場したから7年ぶりですか、もうフルモデルチェンジの新しい NX の、まずはちょっとまだ細かい情報はまだまだ出てないではありますけれども、ちょっと概略としての、発表でした。で、秋口に発売開始ですので、欲しい方はもうすぐ、アンテナは張り出して、いいかと思います。ではでは、また次の動画でお会いできたらと思います。では、イカライフォー。This is new. New technology. New sculpted lines. New thinking. What it generates is timeless.Every element of performance in the NX comes from the Lexus driving signature philosophy, which imagines a vehicle as an extension of the driver's intent. Improved aerodynamic performance and drive force control contribute to more linear response and a greater sense of confidence when accelerating and cornering. A choice of powertrains as well as front wheel and all-wheel drive options also keep driver and vehicle in perfect sync.One such option is the Lexus First plug-in hybrid electric vehicle, the latest expression of Lexus Electrified. The NX is also the product of evolving Lexus design that emphasizes not only aesthetics, but also ease of use, with technology that is not just intuitive, but second nature.The centerpiece is a concept called Tazuma, a Japanese term for using reins to control the movement of a horse. Every element you interact with has been designed and positioned to better serve the needs of the driver. As a result, you can maintain sharp focus on driving while controlling other features of the vehicle. A key component of the Tazuma concept is the all-new available 14-inch multimedia touchscreen, which can also be controlled through voice commands.E-latch and exit assist make getting in and out of the vehicle easier and safer, working with the blind spot monitor to help prevent the door from opening in the case of oncoming traffic. A digital key gives you seamless, shareable access to your car through your smartphone. And remote parking helps you fit into tight spots. Reconceived from the inside out to be more in tune with you.Your new NX by Lexus. というわけで、めっちゃかっこいいですね。すいません、同時に電子ラッチ間違えてました。触れるだけで解除なんですね。もう引っ張る必要ないんですよ。ドアノブ。室内からも、室外からも。これちょっと面白そうですね。電子ラッチ。触れるだけでドアが、そうか。それやりやすいですね。うん。ちょっと楽しみです。ありがとうございます。